ういったねクラシカルでテクニカルなスイープをやるとねイングウェイだと言われることがね結構多いんですけれども、実はねこういった流れのスイープイングウェイやりません。部分的にはね使っているスイープのパターンもあるんですけれども、基本的にイングウェイのスイープこのあたりがね、まあ、バイオリン的なねアルペジオがイングウェイのスイープの基本になっています。どちらが難しいかと言われると、どちらも非常に難しいです。ちなみにですけれども、僕今もねイングウェイたくさん弾きますが、バチバチに弾いていたのってもう20年近く前、高校生の頃でした。でその頃はねイングウェイのスイープはできたんですが、後にねチルドレン・オブ・ボドムとかソナタ・アークティカとかそのあたりを好きになった時にね、まあかなりねこうイングウェイと違ったね冒頭弾いたようなスイープがこうバチバチこう出てくるんですけれども、そういったものは全く弾けなくて、で逆にそこに慣れてしまうと今度イングウェイのスイープが弾けなくなるという。でもっと後にねもう今ね最近分かったことは、イングウェイのスイープって結構ねリズムをこう崩すという言い方はおかしいんですけれども、こう独特なねそのタイム感で合わせてくるというね非常に難しい部分が、ニュアンスのねあのお話になってしまうんですけれども、そういったねあの弾き方イングウェイしていて、ただ普通に弾いただけではねイングウェイのスイープ弾けないので、まあどちらが難しいかと言われるとね、どちらも非常に難しいんですけれども、まあイングウェイのスイープでねイングウェイだというふうにこう感じても、実は全然イングウェイじゃないということがあります。という今日はねちょっと短いお話をさせていただきました。破壊系ギタリスト DDG でした。